こんにちはルウェインレスナーです NC2OnAzure における n e w t a n i ス f i l e s の後編へようこそ前編ではアーキテクチャの概要をご紹介しました今回は NC2OnAzure へのファイルサーバーのデプロイ方法を順を追って説明しますそれでは始めましょうファイルサーバーをデプロイするにはあらかじめ n e w t a n i ス f i l e s の関連モジュールを LCM に読み込ませておく必要がありますしかし このデモ動画は n ュー t a n i x ファイルズが NC2OnAzure に対応した直後に録画したため、対応バージョンが LCM による自動ダウンロードには対応していませんでした。その場合、プリズムから LCM に関連モジュールのファイルをダイレクトアップロードする、またはプリズムセントラル v m や CVM がアクセス可能な場所に Web サーバーを立ててファイル置き場にして、LCM に参照させるという対応方法があります。この動画では後者の方法をとりました。この方法は、 ダークサイトと呼ばれるインターネットにアクセス不可能な環境で LCM を使用するために、古くから提供されていた方法です。今回は IIS を実行し、ディレクトリーブラウジングを有効にし、NewTanix サポートポータルからダウンロードしたファイルサーバーのデプロイに必要な関連モジュールのファイルを設置しています。ター形式のファイルは展開してからの設置が必要である場合がありますので、ドキュメントを参照してください。なお、私は PZIP を使って展開していますが、WinZIP でも大丈夫です。ここまで完了したら、 次のステップに進むことができます。ここで1つ補足しておくとクラスタ上にデプロイされているプリズムセントラルにアクセスするにはあらかじめフローティング IP を関連づけておく必要がありますでは続いて展開に必要なコンポーネントのファイルを見ていきましょうサポートポータルのダウンロードページでモジュールを選ぼうとすると3つのドロップダウンがありますまずはファイルズコアを選択します互換性バンドルはファイルズ関連モジュールと一緒にウェブサーバーに置いてください ファイルズ LCM バンドルを取得し、さらにこのファイルズアップグレードバンドルを取得します。これはプリズムエレメントを使用する場合に必要となるケースがあります。次にファイルサーバーモジュール、そしてファイルズマネージャーも一緒に必要となります。これらのファイルはすべてダークサイトのウェブサーバー上に置く必要があります。では次にプリズムセントラルを見ていきます。LCM のソース設定を。 ダークサイトに変更し URL 欄にダークサイトウェブサーバーのアドレスを入力しますこれはダークサイトウェブサーバーに割り当てたフローティング IP ですセーブをクリックしインベントリを実行すると LCM で更新可能なソフトウェアが表示されますプリズムエレメントを使用する場合も同じ手順が必要ですこちらはアジュール上の NewTanix クラスターです NC2 ポータルから IP アドレスの情報を確認すれば プリズムエレメントに直接アクセスできます。lcm を選択します。lcm は全く同じ ui なので、同様に設定を変更してください。プリズムエレメントを提供する cvm にはフローティング ip を使用せず直接接続できていますが、先ほどもお伝えした通り、プリズムセントラルの場合はフローティング ip を設定する必要がありますので注意してください。ここまで設定したらインベントリを実行することで。 ファイルルサーバーーバの展開に必要なモジュールを LCM が読み込めます今回は他のモジュールを置いていないためアップデートタブには何も表示されませんが他のモジュールのアップデート用ファイルをダークサイトウェブサーバーに置いておけば LCM でアップデートできますなおプリズムエレメントでファイルサーバーを展開管理するのであれば設定メニューのアップグレードソフトウェアメニューからファイルサーバー VM のバイナリをアップロードして利用することも可能です続いてプリズムセントラルに戻り フローティング IP がどのようになっているか確認しておきましょう。ネットワークセキュリティのフローティング IP メニューを開きます。現在の割り当て状況がご確認いただけます。こちらにはストレージネットワークの VIP 用として、少なくとも一つ以上のフローティング IP が未割り当てな状態で定義されていることがわかります。これは自動的にデプロイされるものです。こちらのフローティング IP は、I、IS サーバー用ですね。実体はネイティブの AzureIP です。 ここでの確認は以上で大丈夫です。次へ進みましょう。Azure ポータルで、フローゲートウェイに関する設定を確認する必要があります。Azure ポータルに、フローゲートウェイ VM が表示されています。以前の動画でご紹介した通り、インターナル用とエクスターナル用に2つのニックがありますので、こちらのネットワーキングのタブを開きます。そして、インバウンドとアウトバウンドの通信設定を確認します。 私の環境ではすでにいくつかのアクセス元ネットワークを設定してあります。オンプレミス環境ともう一つの Azure vnet が設定済みです。トラフィックが出入りできる設定であることを確認したらこれでいよいよデプロイする準備ができました。プリズムセントラルに戻ります。今回はすでにファイルサーバー展開用の NewTanix vpc ネットワークが構成されている状態です。CLD01 という vpc には NewTanix ファイルズのためのクライアント用とストレージ用のサブネットがあります。 それではメニューの下の方に進み、ファイルズから新しいファイルサーバーをデプロイします。展開先の NewTanix クラスターを選択し、ファイルズのバージョンは4.3を選択します。事前に構成済みのアクティブディレクトリーにアクセスするようにドメインを指定し、ファイルサーバーの容量を指定しままます。あとはデフォルトのままにします。 次のステップでは、クライアントネットワークを選びます。IP アドレスレンジを確認したら、次のステップではストレージネットワークを選びます。次に、アクティブディレクトリーサーバーを追加します。最後に、デプロイをクリックします。とても簡単でしたね。これでファイルサーバーを設定する準備ができました。 NAT を使わない環境であればこの時点で設定完了です NAT 環境の場合にはクライアントサブネットのフローティング IP を確認しすべてのファイルサーバー VM にフローティング IP を割り当てる必要がありますタスクを見てみるとファイルサーバーのデプロイ状況が確認できますデプロイが完了すると、 そのファイルサーバーのメニューに入れるようになります。Azure でもファイルズというファイルサーバーが展開されたことが確認できます。次に、構成メニューに移動して、ファイルサーバーにアクセス可能なプロトコルとして、SMB または NFS を選択すれば、ファイルサーバーの利用準備が完了します。Nutanix ファイルズのファイルサーバーを NC2OnAzure に展開するのはとても簡単でしたね。 ニュータニックスファイルズは、Nc2 オン Azure 上の VDI や Azure Virtual Desktop にも最適なファイルサーバーですので、ぜひご活用ください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。